覚醒日の神。モテはいらねえな。まあいいか、行きましょう。バトルスタート。おう、かわすね。とにかくスピーディーになりそうです。あー、やっべえ。これ早いうちからの回復を心がけておくか。スピーディー、早すぎ。そうでもないか。おりゃ、まあ、大丈夫かな。ウィーン。あとは3時間睡眠だけどうにかしないとな。これがな、やっぱ切ってダメージ。早め早めの回復忘れずに。さあ誰が来る。バックガードがいいから、ちょっと倒しとけ。やっぱここはルチャ呼んで壁を作っとくか。うわ、でブラスター攻撃。前北韓北がいないのかな。このスピードならブリッジのマシンガンでいいかな。ビジ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 。なんか面白いことになってるな、火のシーンが。全然ダメージ出ねえ。いや結構出てるか。ターンが来る。早め早めの回復。ペルーン。これは陽気電子。注意力上げとこうか。あえて食らってみる。どれぐらい食らうか。ジャグレールの叫び。その間に百裂肉球でもぶっかましとくか。よべ。さあどんだけダメージが出るか。特殊はねえだろう。うおお、ガードしてなかったけど守備力大アップ中でこれかよ。これも食らってみようか。ガード中だしそんな食らわんだろう。どうだ。おお、72、うん、余裕。お金だ。泳ぐ力の術。さすがに食らう意味は見当たらないからかわそう。まあ基本ブラスターかな。はいはいはい、ダメ。まあ結局ブラスターゲーですな。いざという時の戦北の回復がないのが気になるけど、まあね、相手も縛られてるわけじゃねえし勝てるな。そろそろ半分。さあ何が来る。ああ、倒しといていいんだよな確か。そしたらビームがこっち来るはずだから、このままほっときゃいいよ。ほわ、
キキリ死ぬと回復薬いなくなって困るから早め早めの回復。キリたまえ。お、瓶2本来るなら1本使っちゃっていいか。斜めにしちった。よ。2本目来なかったな。いや、来てたのか。あ、ビーム消滅してる。うん、ちょっとビームは一つ残しておきたい。剣の方はいらん。お、ナイス回避。振り上げるずら。あ、結構食らう。徹底力5回。とりあえずビームはね、ちょっと持っときたいね。ダメージ与える前に。よしよし、ビーム倒す準備をしといて。大滝の術で倒すシーンに合わせてブラスター。うん、入りたいな。で、これぐらいのタイミングに合わせて3時間睡眠チャージしてくれるとな。バリア張れ、バリア。銃がないタイミングで行かれるときついからね。やっと消滅しちゃうんだよな多分。やっぱ消滅すんだよな。次のブラスターぐらいのタイミングが怖い。よしよし。ほら来た。タイミングをゲイ。早やばい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 。スピード行くぞ。はいはい。間に合わない。これどんな回復すんの。これはあれだな、バリア張られたらもう即攻撃メインにしないとダメだな。マイカーズクソみてえな技だな。バスターズの時はほんと CPU がバカすぎてたまらなかったけど、これビームで消滅プラスのあれ考えるとやっぱりタイミング考えないと、これ完全回復はやりすぎだろ。もう ビームでも消滅するからな。ビーム、殺技の威力出ねえな。
アイビームー攻撃もミスりまくりだし、それはいい。ビームの人呼んで。基本はもうやっぱブラスターだな。相手がバリア張ってる時ブラスター効くのかなってちょっとした疑問もあるね。ウィンシュ、ちょっと消滅してしまうが、まあいいか。フラットギナー、ベイダーモードのビーム。威力寂しいな。食らう。ジパコー、守備力高えな。こうやって見るとまた後でハンバーガー追加しとかないとな。これね、このビームだとダメなのかなって。やばい、間に合った、間に合った、微妙なとこ間に合った。また剣の方だ。積んでんじゃねえ。呼んでくんない。この積みはひどくね。もうどうしようもねえじゃんこんなの。誰だよこのシステム考えたやつ。大至急来たまえ。うおー、すごいの来た。これは早めに倒しとかないと。まるで日の神を守るかのように。でも銃のやつを倒しきらないよ。ジマニア死ぬ前に回復だな。シャインビーン、大事な戦いでサボってんじゃねえよ。1つほどよろしく。裏のウサピョンも回復させといてと。大至急来たまえ。ルチャは守備力アップをさせ、またお前か。どうぞ。おお、これ回避できねえんじゃねえ。
ブチャナイス防御。はい、OK、ブラスター。倒さないように気をつけねえと。よしよし、呼び出しすぎじゃねえかこれ。失礼します。あー、ラッキータイミングバッチリ。よし、くらえ。あ、しまった、あっちも倒す。ダメージ変わんねえ。それも当たんねえしな、意味ねえし。よし、もう一点ぐらいしそうだなこれ。失礼します。よしよし、とりあえずビームのやつを一発ぶちかまして、よし、ウジュシ偽好きよ。守り、うわ、守り上げてこれかよ。了解ブラフト。一緒に動くのやめろ、ほんとせっかくのハイなのによ。ああ。よし。ああ、これ以上はダメだ。ルチャ浮いてんだけど。バリアに入った瞬間に倒さないとね。よしよし、 OK、 まずこいつ倒して、で次こっちに一発攻撃して、また次のが来たか。剣だね、剣の方は早めに早めに倒す。学生反動、耐震はさすがに痛い。壁行け壁。1、あー、守りのお札の効果が。よし、でまた日の神ジャインビーム。さあ来た、にゃ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 っと。
ちょ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 そっちじゃないそっちマジかよ。マジかよこれもうほんとマジかよ。だろ？でバリア張った時に安全に左側のやつぶっ倒せるように。確実にこいつ倒しといて。仲間の攻撃はねもうほんとしない時あるからな。だったらこっちだよ。ちょっと待て、それはかんって、マジでこれバリアはダメ。これはかんで、マジかよ。ちょっとどういうこと。あマジかよこれさ。ブラスターで倒したら正面に来ない。よしよし、ビームのやつ。うわやっちゃった。まあラッキーって言ったらラッキー。おマジでくれえわこれ本当。ハイが2回連続ぐらいできたら倒せんだけどな。バリア中でもブラスターは効くのかな。だったら最後ギリギリでバリアされたらブラスターで一気に倒すっていう戦法は狙えるんだけど、ちょっともうルチャに期待したいな。1ポイント1割切ったら。今のうちにウサピョンは回復はさせておこう。学生じゃねえ。これもダメージも相変わらずでいけ。よしよし、全部一発攻撃させて。ダメージもでかいけど、まあ正直ジバコー与えた。もうハンバーガーがない。揚力アップ。ここでブラスターでダメージを与えて、もう勘弁して重なるの。まあ、まだ体力的には余裕があるな。ブラスターで倒すとまずいってことも分かったけど、マジで地獄だからね。のしんにだけ当たるように。失礼します。
ちにも一発。よし、でやつが次バリアするか、ここ重要よナイス回避、回避はいい。ハイバーがなくなった。スペシャルラーメンでいいか、これもそんな大した値段じゃなかったろ。もうこっからは早送りできない。よし、あとブラスター2回分ぐらい。手遣い、そろそろルチャお前の番かな。これを使うみん、よし、もうあとこれフォースバスターと、もうルチャの攻撃で終わるんだろう。こっちの方がいいか。これどう、バリア無視できんなら倒しきれる可能性あるよ。無視できてるっぽい。死ね死ね、日の神。よし、あー何回回復されたよ。きつかった。はい、経験値おいしいです。あ、そしてジバニャンがレベルカウントした。ヒュー、楽しかった。俺は全然楽しくなかったわ。はい、ガズすごいな。覚醒したの日は。まあね、笑い。やっぱりいいね。君にならあげてもいいかな。はい、俺の名刺。日の神。日の神。よろしく。よろしく。ニックネーム？日のポンの日。日の神。普通の日の神。まあ普通の日の神だよ。覚醒日の神じゃねえからな。まあ日の神でいいか。ああ気づかった。本当気づかった。社長さんとお友達になっちゃったよ。よろしく。元の時間に帰ろうかな。実に有意義な時間だったよ。痛い発言を記事にすることだったダニーか。普通に感動してしまいましたよ。痛い人がやったら、痛い人がしてやっと痛いんですねと。イマジネーションだよ、かっこ笑い。よくあるんだよね、アイデアが降りてきちゃうわけよ。一種のスキルっていうか、そんな感じなんだろうね、かっこ笑い。いたたた、これは痛い。あいつ何言ってんだに。あれ取り付いてないんですけど。ダニー、ユウの力じゃないダニー。天然の痛さ、それが稲穂の才能ダニーよ。あれが天然、素晴らしい。ドリーム大団日の神 VS ジョーズ、バッチリ解決。えへんダニー。よし、攻めの超秘伝書、術の超秘伝書、必殺の超秘伝書、超超超超秘伝書。はっ、ドゥン、超ボプレミアム、そんなにいらねえ。はい、トロフィーゲット。はい、ということでこれね、クエスト稲穂編はね全部解決しました。そして妖怪メダル、はい、日の神
レベル4、意外に低いな。一度だけ攻撃か必殺技を無効化する。一度だけどころじゃねえだろお前のバリア。揚力型だね。そして素早さが超低い。ちなみにあのこの雲海三面鏡を捕まえるときにこいつも友達になれた。はい、ぶん殴る、雷神の術、ひらめかせる、全ステータス、ショーアップじゃなくてアップだよ。さらにメガヒット連発ビームは、これは範囲ランダムかな。まあ全ステータスアップはかなりでかいと思う。でも使うかって言われるとっていうね。まあバスターズの方のねパラメータも見たいところだね。まあ何はともあれこれで稲穂編は完了。じゃあケータに戻って、まあケータ編のクエとバスターズを進めていこうかな。よし、ケータ編にチェンジだ。よっちょ、こっちじゃねえや。よっと、そういやジャンクコシノはこっちでしか戦えないのかな。まあケータ編行って考えよう。はい、切り替え。